はい、皆さんこんにちは、トッティです、沖縄地方も梅雨入りしまして、微妙な天気が続いております。最近あんまりちょっとね、取れ高がないので、またしてもね、朝の船の説明をする人のサポーター、その仕事、しおりがはい、しおりがね、マスターすべく、これから萌え先生と練習していきます。でね、この船説サポーターの、ミッションですね、お客様に、あ、ディズニーランドみたいって言ってもいただけるようなね、すごい、ワクワクするようなサポートを目指しますのでね、その練習をこれから、やっていこうと思います。では、アクション。歩いているだけの長さとなりますので、風が出たら上のはしごのところに戻ってきます。で、カチッと音がするまで伸びるので、次履きやすいように両足ともしっかり伸ばします。マスクと完成です。こちらスタッフが回収いたします。はい、ということでこれから萌えさんの、評価が始まります。いいですね。言ってますそんな感じで、バッチリ一発合格で、出ましたね。ちょっとびっくり。めっちゃ。ありがとうございます。期待してますんで。お願いします。王子さんでした。今日も。でも晴れてくれて、ジャンピング日和で。楽しんでいきましょう。では今日も一日よろしくお願いします。お願いします。ちょっと待って、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 が10時40分、ライブタイムが35分で、水温が 23.9 度で、透明度は 20m ですね。これが昨日行った場所のシールになっているので、 ありがとうございます、はい、すごい、うわ、すごいなんかいろいろ書いてますね。すごいです、初めてです、こんなの。すごいめちゃめちゃ感動するすごい、これ貼ったらいいんですね。そうですね、めっちゃいい今書いてくれてる一瞬にしてわかるんですけど、ちゃんとこれこっちに貼るので正解ですか。あ、そうです、正解。すごいですよ、ほら全部書いてある、回り方まで書いてある、すごいすごいすごい、しかも全部どっち系まで分かるか回った感じもすごいですよね。これと同じ、これと同じのも印刷をしてるんですよ。あ、へぇー、インフォームで使ってる。それも結構キレキレですね。すごいすごい。船いたところがだいたいここら辺なので、船のマークを書いてください。で、ここからこっちの方にローニアズとか眠り部か、サメ、あ、いいですね。普通の昼のシュノーケルとかダイビングと違って、
違う。昼と違う。月の出具合、光があるとやっぱり見えにくいんで。はい、ということで、何のミーティングをしているかと言いますと、今年の夏もね、新型コロナの影響で、まあ、大人の話にはなるんですけれども、経営状況がね、ガタガタなので、3年前までやってたね、海ほたるナイトシュノーケリングっていうのをね、再開しようと思ってまして、当時ね、ビーチ部門の責任者の、みっちゃんをね、特別講師として特別講師としてお呼びして、たっくんとね、あやかに、いつでも行ってもらえるようにね、準備をしていこうと思います。で、特にね、今宮古島8時以降飲食店やってませんので、皆さん夜ね、お時間あると思いますので、ファンダイビングの後ね、ホテルでちょっと休憩してご飯食べて、その後ね、海ホタルナイトシュノーケリングに参加されてはいかがでしょうという営業のね、動画になっているんですけど、海ホタル本当にすごくて、最初初めて見た時大体の人がキャーっていう風にね、っていうリアクションをいただきます。海の中にね、また星空がありますと。で、晴れてれば、空もね、満天の星空で、とってもね、神秘的な雰囲気がね、楽しめますので、皆さん振るってご参加ください。はい、ではいってらっしゃい。はい、なんかやりなさい。